嘘を食べろライト実況。いやあ、刹那圭介だよ。刹那圭介がこのライトというゲームを実況していきたいと思います。すっと何があったっけ、何をやればいいんだろうなこれ目的がわからんな。どうしようかな、何をすればいいかな。これなんかおるよ、なんか変なおるよ。ここに生息する動物かな。ししゃなべ、ししゃなべって、ししゃも鍋って言おうとしとんから、もう抜けとんかな。ししゃも鍋、鍋にししゃも入れたらダメだろう。あんま合わんとは思うぞ俺は。はい、なんなん、ししゃも鍋が嘘か本当かわからない、嘘か本当かわからない、知るかお前。嘘にしとこうよくわからん。にゃー、戦闘に入った。嘘で嘘ついて嘘って言うたら戦闘に入った。なんなんこれ、小さな嘘、なんなんこいつ。こんなんだったら嘘つくんじゃなかったよ。戦え、アタックアタック、ウィリップ、あんた目で食らってない、いけ。13も食らわせてきた。よっしゃ倒した、簡単に倒したし、経験値お金手に入ったから、まあいいかやけどさ。僕何だったんや今の質問は。本当って答えたら何だったのかもうちょっと気になるけど、まあいいや。何だったんあれ。そして俺は何をすればいいんだい、これか。確かカロルって言うだっけな、このキャラクター。うん、ここは夜でも街全体が赤いんですよ。はははなんで赤いん恐ろしいぞ赤って。いや日の光だったらわかるけど赤って怖っ。街の名前の由来になっていると父が言ったのを覚えています。父はもういませんが。うん赤いんね。屍の列みたいな。じゃあ他にどこに行けば、こいつ話しかけたら今度こそ気づいてくれるんかな。くれませんね安定のスルーでしたわ。なんな俺、あいつに何か悪いことをし、なんかさっきおったんと似たようなおるけど、お金がどうしたん。お金ないん。お金なくて電車代がなくてさ帰れんとか、そういうこと。また嘘つか本当か聞かれたよ。嘘です。でしょうね、そうだと思った。戦闘になった。もう殴る殴る、もうこいつら倒して何回意味あるか分からんけど倒した。おう、FE のレベルが1上がった。やったぜ僕この僕ってなんだ、どういう死に方やねん嘘が消えて本当になった、真実が現れたみたいな感覚。ロマンチックだね。あれ、なんであなたがいるの。知り合いかな。別にいいだろう、なんでそっちもいるんだよ。羽休めだよ、疲れちゃったから。あとは情報あさり。そうだ、この町の伝説について何か分かったら私にも教えてちょうだい。ちゃんと金は出せよ。はははは、そこは金取るタイプなんじゃそうやな、5000万でどうだ。ブラックジャックレベルに取るけどね。分かってるよ。ちやな、 HP 回復する手段とかあるんかなこのゲーム、分からんな。まあ進めていこう。あと目的がまだ全然つかめてないけど、どうすればいいんだろう。なんて名前だったっけな、キースだったかな、そんな名前だったような気がする。部屋は借り入れだ。キースやったっけこれ。これがカロルだ、あれこれがカロルだったような気もするけど、カロルかなこれ。部屋は借り入れだ。ああじゃあ早速ゲーム大会、引っ越した者対象の歓迎のゲーム大会、イエーイ。うんうん、そうだね、楽しみにしてたんだよゲーム好きか、お前結構ゲーム好きか。ふう、じゃあ本当にいたんだ青い鳥、青い鳥ブルーバード。
羽ばたいたら戻れないと言って、ああ捕獲はできなかったが、それでもまあいいだろう。そんな青い鳥だったら捕まえたらなんか国の保護のやつとか言うてさ、罰金取られそうやけどさ、本物の羽で持ってこられたからね。これとその情報だけでも十分さ。これ報酬ね。いくらもらったんだ。こき使って5円ぐらいしか渡さんかったりしたらどうすんの。で、前ドラゴンの卵を手に入れたって聞いたんだけど、本当？ドラゴンの卵とかあるん？この世界ドラゴンおるんか。ロマンチックというか、すごいな。ああ、それがだな。こいつ、は？ん？受かったんだよ、卵がな。俺でも未だに訳がわからない。マジで？エフィーナがドラゴンの卵から生まれた的な。ってことはドラゴンの子供なん、エフィーナ。マジで？マジで？俺、私ドラゴンですよ、アピールすごいよ。おい、ヒー！ダメだよ、女の子には優しくしなきゃ。ぐっ、こうやってさ、おい、お前やめろだけ、お前、小さい女の子にそんなことやるな。小さい女の子にトラウマを植え付けようぞ、お前。じゃあ、払われとる。案の定払われとるで。で、この子はなんでドラゴン？雷？なんてドラゴン？雷？アメーバ？なんでアメーバって言葉が出てくるん？嘘を食べる。こいつの主食が嘘。あと、火も少し吹けるな。見た方が早い。嘘が主食。だからタイトル、ライートなんだ。ライヤーとイートを合わせてライートっていうのはそういう意味があるんだ。要するになんかライート種族みたいな。意味わからんか。ねえ、ちびっこちゃん。エフィーだもん。あ、エフィーナって名前で通称エフィーみたいな感じか。なるほど。じゃあ俺もそう呼ばせてもらうわ。エビフライ。エフィーちゃん、実はね、私、こいつと兄弟なのよ。あ、そうなんだ。全然似てねえ。案の定全然似てねえ。定番の全然似てねえやな。兄と妹全然似てねえが来たな。全然似てない。まずこれ、狼だったやな。まあ、狼っぽい耳はしとうけど、猫かなって、黒猫かなって思っとったんやな。嘘！そりゃ嘘ってなるわな。全然似てないもの。嘘。嘘つきやがって。単純な嘘つきやがって。なんか出てきた。え、何こいつ。おう、あとはブズリで殴る。いやな、展開についていけん。話の展開に全然ついていけんよ。ブズリで殴るって戦闘のこと？じゃあ殴るよ。戦闘のブズリで殴ったるわ。てかなんでこいつ出てきたんかわからんし。小さな嘘を取得、レオが。嘘ついて戦うんだよこれ。ポク。定番のポクです。なるほど、これは見た方が早いわ。なんなんこれ、嘘ついたら一匹今のが出てくるシステムなんかな。でもって嘘ついたらそいつ戦うなあかんシステムなんかな。この世界のシステムが全然わからんわ。独特すぎるからな。こんなドラゴンは今まで見たことも聞いたこともないね。ああそうか、お前でも知らないか。とりあえず今回はこの辺で終わろう。今日は歩き疲れた。オッケー、よかったらその子高く買うよ。人身売買をなんか堂々と持ちかけるな。このチビ自身は売り物じゃねえよ。チビの情報なら売ってやる。がーめついね。というよりなんでこんな町を取引場所に選んだんだ。このめっちゃ赤い町を来るまでにとても不憫だし、そんなに価値のある情報があるとは思えん。だからヴァンパイアの伝説が本当だったらかなりの収穫でしょ。ヴァンパイアの伝説なんか
パート1の冒頭であったやつかな。ヴァンパイアとかおとぎ話だろ。お前らが言うなような動物となんか人間の混ざったようなやつことでした。見た目しやがってさ。立場どんな感じやねん。私はドラゴンの存在の方がおとぎ話だとは思ってたけどね。そうよな、普通は。ドラゴンなんかおとぎ話どころか伝説やもんな。とっくの昔にその地は途絶えたって言われてるけどさ。絶対当たりだと思うよ。根拠は。私の勘。あ、お前、女の勘とか刑事の勘を使うタイプの人間か。そんな人間、結構強いよな。まあ、何かあれば、持ってる限りの情報を出して助けてあげるよ。もちろん、有料でね。ああ、じゃあな。くそ。この町の人間は情報に金取るタイプの人間ばっかじゃ。厳しいわ。ドラゴンって売れるの？ああ、まあ珍しいし、体も頑丈だから、売ればかなりの高値で取引される。主には奴隷としてな。ドラゴンって奴隷になるん。ああ、乗り物的な感じかな。ドラゴン様様なのにな。奴隷？面倒だな。知りたかったら自分で調べろ。俺も調べ物があるからな。お前は自由に遊んでていい。ああ、町の外には出るなよ。変な場所にも入るな。あと、これはおやつ。はーい、やったー。さて、エフィーが好きな、あ、俺がエフィー操作するんじゃ。エフィーが好きなお菓子は何でしょう、クイズ。当たった人には、当たった視聴者さんには抽選でちょっと何かしよう。何かしよう。というわけで、ちょっと多分、アイテム欄見たら多分お菓子の何のお菓子かっていうのが分かると思うんで、ちょっと今回は開かないよ。あえて開かないよ。さて、どこに遊びに行けばいいものか。ねえねえ、おじちゃん、おじちゃん、本読んでる、おじちゃん、本読んでる、おじ、なんか右上になんか人増えとるけど、まあ、いや。へえ、本読んでる、おじちゃん、遊んで遊んで、遊べやこら。本読んでる、お姉ちゃん、お姉ちゃん、遊んで遊んで。あ、お前か。お前か。お姉ちゃんかと思ったら女の人みたいな髪しとったわ。なんだよ、遊びたいのか。くそ、あん、別にお前に遊んでもらいたいとは思わんし。うん、うん、一人で遊べる。そうかよ。さーて、どこに遊びに行こう。遊びに行くっていうことだから、当然誰かと一緒に遊びたいなって感じでこの子に来ました。あれれ、お一人様。エフィーは今一人だよ。俗に言うぼっちって言うんだよ。へえ、じゃあ私とちょっとお話しする。何のお話かな。麻雀のお話とかできる。私麻雀めっちゃ好きなんよね。どれぐらい好きかって言ったら、麻雀で一夜で50万儲けたくらい好きなんだよね。蝶々が羽ばたきで竜巻を起こした話がいいかしら。それとも夢の病気の話。なんだよそのメルヘンチックなレパートリー。すっごい体験してきたんで、ね、すごいな。あのご機嫌ようとかでサイコロ でも出てこんぞこんな話。お金取るんでしょ。じゃあいい、しっかり教育されてんのね。ははは、取る気だったんや。今の情報預かりなんじゃ、商品なんじゃ今の。ああそうだ、暇ならさ、私のパートナーを呼んできてくれない。多分図書館にいると思うわ。名前はレビン。特徴は猫よ。ああさっき話しかけて遊んでくれんかったやつや。はい、お願いね。くそ、あいつにまた話しかけなあかんのか。遊んでくれんかったしな。猫じゃらし振って遊んであげようかなと思ったのにな。はい、というわけで今回のパートはここまでです。 HP 回復しとるな、いつもの間か。というわけで、まあヴァンパイアだら竜でやらドラゴンやら、まあいろいろなんかおとぎ話が出てきてますが、今後の展開はよくわかりません。というわけで今回はこの辺で仕分け。
やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、節々ケチの動画を見よう。節々ケチの動画は